これは花水木の、すごい花水木の大きな木。うわすごい、いい風景だな。結構走ってきました。車中泊に、来た時にですね、それぞれの、宿泊、まあ、仮眠を取ったサービスエリア、それぞれの、仮眠を取ったサービスエリアから、こうジョギングに出るのが結構楽しくて、ずっと、ね、何年も車中泊して暮らしていた時にやってました。ずっと運転で体がなまるのと、狭いところにずっと、ね、いるのでね、体が固まるということで、そういう出先からジョギングに行ってみる、冒険ジョギングみたいなことを僕はね名前つけてるんですけども、いいです。いろんな景色のところジョギングできるのがいい。自宅にいるとほら同じ景色のところずっとジョギングみたいなことになるけど、こうやって出先でいろんな風景の中をね走らせてもらうってすごいねありがたいことです。皆さんもやってみてください。神社を発見しました。お船さんがちょっとお参りしていこうかな。人があまり通ってないのか、蜘蛛の巣が。でもこの蜘蛛の巣の感じはずっと張ってるものじゃなくて、ついここ数日で張ったものだな。綺麗なお稲荷さんです。お参りします。わけがあって